け。従って良いか。ちょっと、もう。いや。こちらへ。さて、うん、ああ、さて、よし。お前は？あ、ねえ。なあ。世帯渡りするぞ。おい、ええ、それで。はい。いや、いえ、No.
それは…ち…え？いや…あの…そうか。よし。本当？それで？それは…ねえ…別に。どうなの？世界を変えるか。ねえ。ああ。そうか。え？おい。本当か？そんな！まあ。なら。それは。あんたたちよ！落ち着いて。何なのよ。しかしな。まさか。そんな。おい。なら。それは。バカ野郎。なら。おい、こら。それは。そうか。なら。それは、だが。
そこが写しようでないことも、自分が迷い糸になってしまったこともすぐに理解できた。それは私たちが望んだことだったから、喜ばしいことでもあった。しかし彼の姿はどこにもなかった。私は彼を探し、隔離用をさまよい始めた。来世と飛んでいく魂の光が闇を照らす不思議な世界。時折見かける迷い人たちは、みんな何かしらの思いに縛られているようだった。私は一つだけ恐れていた。思いを果たせなかった迷い人の行き着く先、その一つである魔物落ち。消えるのならまだいい。しかし何もかも忘れて、生者も死者も見境なく襲う魔物にだけはなりたくなかった。そういう惨めな最後を遂げる迷い糸を見かけるたびに、わずかに残された感情が締め付けられる気がした。彼に与えられた命は、この国に望まれぬもの、あってはならぬもの。その理不尽な取り決めに、私は異を唱えることさえ許されない立場だった。国の未来のための犠牲、取捨選択、その意味が私にはわからなかった。だから運命に抗おうとする彼を私は密かに逃がした。生まれ持った命をしっかりと生き抜くこと、祖母の教えが私を突き動かした。しかしそれはとても残酷な選択でもあった。私は私の両親がそうしたように、彼自身に運命を押し付けただけだったのかもしれない。どれほど年月が流れても後悔が消えることは一度もなかった。彼が再び私の前に現れた時、彼は青年へと成長していた。貴族なもの。父は一族の人間以外をそんな風に呼んでいた。私は父のことが好きではなかった。弟が生まれてすぐ、母が亡くなったあの日も葬儀にさえ現れなかった父。父が大切にしていたのは高貴な一族の繁栄、ただそれだけだった。父の周りはいつも不可思議な笑みを浮かべる大人たちであふれていて、居心地が悪かった。必死に高貴な一族の一員であろうとした。しかし
私の中にはそれを否定し、愚か者の一族と北添むもう一人の自分が住んでいた。心はいつも引き裂かれそうになっていた。それでも一族や父を否定することに抗い、望まれる子供でいられるよう私は努めた。蝕まれていく心に気づかぬふりをしながら、私は私の存在理由を探し続けた。